武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は島根大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、島根大学は理科が医学部、医学科が必要ありませんので、まあ総合理工の 物質科と、それ以外で、分かれております。総合理工の物質科に関しては110分で大問4題、それ以外の学部学科に関しては大問4題は一緒なんですが、まあ共通問題という形でここまで解いてっていうふうに指示がされるような形となっています。大問ごとにですね。で、問題の構成、としてはですね、まあ、原子以外の各分野が大問1題ずつ出されるような形となっており、問題の難易度は標準的な問題が中心なのですが、他大学と比べても割と説明問題が多い形にはなっておりますので、マーチレベルまでの参考書を仕上げる、プラス、説明練習を、する必要があります。まあ、問題の難易度そのものに関しては、マーチレベルまでやらないでも、最悪その、まあ、学校で配られる、まあ、セミナーなどの問題集、もしくはリードライトノートなどの問題集一冊仕上げておれば、まあ、記述さえできれば、書けなくはない、問題ですね。ただ、このらの説明する問題の練習というのは、ちょっとなかなか練習できていない可能性が高いと思いますので、国公立標準問題集、キャンパスなど、を追加でやり、まあ、書く練習をやっておいた方が、いいかとは思います。で、答えを書くだけのもの、計算過程を書かなきゃいけないもの、それぞれ、出題されておりますが、時間に関してはそこまで、余裕がないわけではありません。ただ書く練習をしていないとどういう回答にしたらいいかっていうので、そこで時間を使ってしまう可能性がありますので、ここを受ける場合には早い段階から、まあ、説明練習、論述練習という部分を、心がけておきましょう。以上が、物理の勉強となります。